すいません、飛行ルート変わったんで。ペンペン、アス、ユーチューブ、しんごちんです。今日のしんごチャンネルは食品サンプル。え？食品サンプルで何をするのかって？食品サンプルって今の時代、これが食品サンプルなのか、本物なのか、全く見分けがつかない。そのぐらいにクオリティが上がってたりするんだって。そんな食品サンプルを使って、本物なのかな、偽物なのかな、どれが本物だろうって、みんなで遊んでいこうっていうコーナー。すっごい今綺麗。食品サンプル、ドーン！うい、きたー！これ結構ね、自分でちゃんとやってんの、誰かに言われてっていう感じじゃなくて、あんまり見ない方がいいと思うの。今この距離で見ちゃったらこれかなとかなりそうだからさ、見ないようにしてんの、自己判断でしてんの、すっごい偉くない？ちょっと離れてみるよ。一回離れるか。離れたと思いきや、一回離れる。これわかるよ。どういう遊び方？まあ、YouTube をさ、やっていってみるとさ、遊び方難しいよね。食品サンプル、イコール、偽物。すぐ分かっちゃうよ、きっと。ディスタンスじゃない？サンプルディスタンスでしょ、これ。もう行くよ。はい、偽物。ほら、ほら、全然。もう、今回やっちゃうよ。はい、かぼちゃ。ほら。これさ、もうちょっとクオリティこれ。お、あのですね、今のしんごちんの心の内をお話ししよう。この2個行った時点で近づいて見れるようになった今、まさかの本物のようなものが数が増えてきた。ここは正直にお伝えしよう。現時点で3個本物だと思ってしまっている。確認しよう。本物は1つですか？マジで？はい、人参。おい、これはもう、こんなさ、葉っぱのウサギちゃんでも騙されないですね。はい、うわー、辛いかもー。ホトカのクオリティだよ、これ。このクオリティがちょっとほら、分かっちゃうね。はい、はい、同じ商品だよ、これ。あ、見つけた、よし。はい、同じ商品。はい、これ、これがらし。下の部分頑張りましょう。このツヤだよ、この真ん中の。これなんてもはや何だかわからない。種な感じじゃん。これ種だとしたらこのぐらいの果物だよ。食べて、ポンって入ったらこれが、ポン、ポン、ポン。はい。下手ね。ほら、ここ見える？ここ先っちょ。これはダメよ。いや、まあ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 、まあまあ、はい。これ、これダメだよ、ここ。ここのほら、接着のがさ、飛び出ちゃってんだよ。かい！よくできてんだけどね。テカリがやっべえよな、あいつら。全然違うんだよな、他のと。本物感のテカリ具合、マジで3個ぐらいあんのよ。まあまあまあ。おぉ、ちょっと怖かった。ちょっと怖かった。そうなるとなぁ、レモンもなかなかマット仕様なんだよね。ちょっともう、一球だよ、ほらほら。ポイだ、ポイだよ。ポイ、ポイ、あぶね。何なんだろう。卵かなぁ。卵設定だとしたら色良くないよね。設定ってことは本物じゃないと踏んでるわけだよね。卵はちょっと怖いな。野菜果物のこんなにピカピカはない。同じ気持ちでいてくれる？こいつ行きたいのよ。あ、だからこれだよ。巨大な種。これがここにもありますよ。これだから行けるんだよ。だけどなんかね、いじったくない。行ってみよう。はい。はい。ナス行けんな。ヘタの部分がヘタだな。ナス行こう。はい。ナス行けんな。ほら。これじゃん。これ一緒だよ。ほら、ちょっとキュウリもと思っていたところはあったけど、もうキュウリはいける。おっしゃ、これは違うよ。なぜこんな偽物に翻弄されていたんだろう。最大の敵、山芋、パプリカ。そこにちょっと入ってきてるのが、レモン。レモン。あなたの偽物でしょ。まずレモンもういきます。絶対勝つんだ。レモン偽物です。うわあ、つかめない。重い。嘘だろ。嘘だ。いや待てよ。重さもリアルにしたパターンとかなんじゃない。重い。え、あ、
2000フォローだ。複雑に。この辺と比べてのこのクオリティに驚いているわけですよ。やっぱりマット、ほら、マットもさ、全然違うよ。やったじゃん。あぶね。この辺とは違うんだ。それでいくとやっぱでも、卵は大丈夫でしょ。はい。はい。ほら、来た。さあ、ここからが、このレモンと同じぐらいの。このレモン1万2000円です。これ1万2000円よし、ここまで来ましたね。一瞬巻き戻して見てみよう。近くとダメだから一回離れてみようって、離れた瞬間振り返ってすぐ、あーやばい、もう本物分かっちゃったみたいな感じで思ったものがリンゴですね。そして、このパプリカのこのヘタのクオリティが半端ないんですよ。あとこのツヤツヤ感のこの辺、そっちから見てもそうでしょ。そうなってくるとやっぱり山芋結構いけんじゃないかっていうのもあるの。ああ、ちょっと、分かっちゃいましたね。これはいけるでしょう。これ山芋切ってたら、もうちょっと黒ずんでくると思うんだよ。こんなに綺麗に保ってられない。山芋、偽物です。すごく重いんですけど、持った時に、ブイッとしたね。ゴム的な。ほら、折れないもん。いや、よくできてるよ、これ。このヒゲ見て、これすごいわ。1万3000円です。1万3000円どういう使い方、何に使うの。重さにもビビることないわ。これ軽かったら半端じゃないよ。これでこれの軽さだったらもうお手上げだよ。最後はだから本物の方を選ぼうか。そんでもうガバッとかじりついて本物食ってやって勝ちっていうさ。シンゴジンは食品サンプルに勝つ。言ってる。そりゃすごいクオリティで本物だもん。これが本物っぽくてすごいんだよ。本物なのに偽物っぽくてすごいみたいになってきちゃった。だって俺を騙したのはこいつだよ。こいつが一番すごいじゃん。最初から俺これ本物だと思ってたんだよ。そしたら偽物だったんでしょ。すごいのか。ちょめちょめほーい。最初はちょめちょめ、あっち向いてほい。この動画良ければ高評価、グッドボタンよろしくお願いします。このシンゴチャンネルのチャンネル登録もお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。最後はみんなでグッグッバーイ。面白かった。